はい、どうもこんばんは。 MNK サンドのモンキーと代表です。あ、今こんばんはって言いながらこっちじゃなくてこっち見てましたけど私がね、うん、今日は2021年最後の動画を撮ろうと思いまして、やっぱりうってつけな、エナジードリンクのコーナーで締めたいと思います。うってつけなのかわからない何本も紹介してきましたからね。そうですね、今年エナドリチャンネルと言ったらうちですよ夏で終わりだと思ったの。あ、新しいのって何の夏出したからもう出ねえんじゃねえかなと思って。冬のシーズンはお休みですてきだね。確かね、ゾーンの真っ白屋のインフィニティゲートだったかな、うん、あれが出てから多分出てなかったんで。あ、そんなになる。そうそうそう、9月ぐらいに出たのかな。そっからずっと出てなかったから、うん、ほげーっとしてたのほげーっとして、なんか12月のね、まあ動画とか編集しててコンビニ行ったら出とるやんけと思ってあれそう、新しいの出てるやんということで今日は紹介するんですが、はい、まずはその新しいの一つと、あと新しい形態として、新しい形としてのエナジードリンクが出たので、それもちょっと紹介したいと思います。はい、今日3つぐらいですね、紹介したいと思います。まずは、新作ですね。この後に呼んで新作出してきました。はい、ゾーンの、これ、インビジブルスナイパー。迷彩柄かっこいいね。かっこいいのよ。迷彩好きだから、この柄は好きです。そう。コールオブデューティーとね、コラボしてるんですけど。アイテムもらえるんだね。そうそうそう。でね、これただコラボで感が違うのかなって、ちょっと前までね、グラフィティの絵が違う感でっていうので全部集めてたんですけど、じゃなくて味が違うそうなので、これ結構期待できるんですよ。リンゴ、桃、オレンジの果汁が入ってて、あ、美味しそうじゃん。果汁が 17% 入ってるんです。だから結構美味しめ、フルーティーなやつだと思うので、早速ちょっと飲んでみたいと思いますよ。はい、はい、じゃあちょっといよいよ今年も開かねんか、よし開いた最後に決めていただきます。今年も最後まで開かねえのかと思いましたけど行きましたね。香りはね、フェリックスガムみたいな感じ。いい匂いする。あ、そう、うん、だから匂いがちょっとよくわかんないいい匂いするって言った。いや、今いい匂いはしたんだよ鼻がね、若干詰まってるんですよ。はい、行きますよ。私黒のシャツなんで、ここら辺で。はい、お、なんかリンゴジュースみたいな、ね、リンゴジュースみたいな感じだね、うん、うんうん、美容系 YouTuber、うん、リンゴジュースみたいな感じです、うん、ええ、はい、はい、どうぞ。あ、でも本当香りリンゴジュースだ、うん、いや、確かにリンゴジュースに近いかも、うん、いただきます。うん、どうしてかな、うん、香りはリンゴジュースなのにさ、うん、味はクッピーラムネなんだよなんでだろうな、これクッピーラムネかな、なんでだろうな、クッピーだよこれ。美味しいよ、美味しいけど。美味しいクッピーラムネなんてこの世にないんでしょ。それは言い過ぎじゃない？え、だって違う、だってあなたクッピーラムネ食えないじゃん。食べられるけど、うん、あんまり食べたくない。いや、クッピーラムネに例えすぎて味バカになってんだよ多分。リンゴ味のクッピーラムネ。ねえよ。ねえよ、この世に存在しねえの。いや、私これ好きですよ。あら。うん。クエン酸入ったリンゴジュースみたいな。うん、感じかな。普通の炭酸飲料で出てもなんかおかしくない気がする、うん、なんかエナジードリンクというよりは、まあアップルフレーバーなんですけど、14日に発売なんですね。12月の14日に出たばっかで。うーん、これは結構飲みやすい気がする、うん、個人的にはね、あのカラピスソーダの味がする青い缶だったじゃないですか、うん、あれの次にうまい。あのユートピアより、ユートピアがね、なんか綿あめみたいな味したのよユートピアはマッドしかないんで、マッドユートピアしかない。マッドユートピアは融合させたやつだ危ねえやつだ。危ねえやつね。リンゴ主体の、うん、リンゴジュースって感じが強いかもしれない。リンゴ主体のエナジードリンクってないかもね。うん、これは美味しい、うん、しかもコールオブデューティーとのコラボだからか分かんないけど、ね、すげえもう超迷彩だからかっこいい、かっこいい、うん、で、まあ今回はこれ1本で最初行こうかと思ったんですけど、うん、もう2021年の総まとめということで、もう全部やっちゃいましょうということで、はい、もう1個紹介したいのが、何を思ったのか、はい、ゾーンのエナジーギア、
怖いなこういうね、もう先ほどのゾーンのゼリーです。怖いなカフェインは 75mg なんで、こっちのインビジブルとかと一緒で普通のノーマルのゾーンよりは低めですけど、なんかさ、ドリンクをゼリーにするとさ、極端に味変わったりするじゃん、うん、どうなんだろうね、うん、怖いわ、それ怖いわ、怖い、ね、もうね、こう、もう分かるかな、ここもう黄色いのよ、ここ、うん、もうちょっと出てんの、うん、エナジーが溢れ出てる、うん、まあ予想はできたよ真っ黄色、あーすごい、コロナミン C ゼリーにしましたっていう。ちなみに今リポビタンでもゼリーになってるんで、へー、そうそうそう、風邪の時はいいかもね喉痛い時とかさ、あの喉に負担なく飲めるし速攻起動って書いてあるリビューがある、もうがっちり、もう、うわがっちり、あの、うん、まんまやね、まんまやねっていうか多分濃いかもしんない、吸えるんか、でもいける、いける、結構ゼリーとしてはかなり細かいですね、うん、いただきます、怖いわ、手が怖いわ、ストローが真っ黄色なんだよあー、なるほど、うん、うーん、うーん、ごちそうさまでした。なんかもはや原液とか元々の味を覚えてないからでもなんかゾーンっていうか、なんかそんなスーッと入ってったんだけど、そんなにうわーっていう味はしなかった。ただ酸味が強い、なんか朝鮮人参とかそういうなんか苦味的なのが若干きたけど、うん、エナドリ特有のというか、うん、エナドリというか栄養ドリンクみたいなのに近い、うん、ゼナとかあっちに近い気がする、うん、ただ即飲める、これは逆に腹持ち良さそうだよねてかもう、あーやべえ、ネーミーとか目覚まさなきゃっていう時の方がいいかもしれないな、運転しながらブシュってやればね、飲めるからね、ギュって、うん、今まさにね、ギューンってやったけど5秒ぐらいで全部飲めるんで、うん、5秒チャージ5秒チャージ10分キープぐらい燃費悪いなで、はい、さらにもう一個ですね、ゾーンのエナジーギアのピンクのやつがあるんですよ、うん、ユートピアって多分ドリンクのやつやったんですけど、それのゼリーなんですね、うん、カフェインとカロリーはどっちも一緒なんです。ただこっちのユートピアの方はリンゴ、桃、オレンジが入ってる。あ、じゃあ味が若干これ寄りなわけだ。でもユートピアは俺合わなかったんよね、なんか綿飴みたいな味して綿飴にリンゴとかは入ってないしかもね、これ多分ね、黄色くないんですよ、綺麗な色が。いや、それは外見だけだよ桜カラーは外面だけかよ。透明、あ、でも色は綺麗じゃん、桜みたいな、桜みたいな色してたな、こんなんですよ、うんうん、あー、甘さは結構ある。でもカロリーは一緒なんだよね。あー、あのガバの匂いだね。うん、ガバ入ってねえんだけど、うん、なぜかガバの香りがするいただきます。ちょっと苦い。失礼しました。うん、私こっちの方が好きだな、飲みやすい。俺はドリンクのユートピアよりゼリーのユートピアの方が好き。うん、味美味しいよね、美味しい、美味しい、うん、やっぱガバのゼリー飲んでる感じ、うん、で、若干リンゴの風味をする。うん、桃が強いんだ。桃なのかな、うん、桃にちょっと苦味がプラスされてるから、そう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 、ガバっぽくなってる。桃とグレープフルーツなんじゃない、桃とオレンジ、オレンジか。これはね、美味しい、うん、これ美味しい、うん、女性でも全然いける味だと思う。うん、だ多分エナドリはちょっとっていう人でもこっちの方がいいかもしれない、うん、ちょっと安いのかな、200円しないとは思うんだけど、多分ね、まさかね、エナドリがゼリーになる時代来ると思わなかったな、うん、エナドリとしてはゾーンが始めたんじゃないかな。リポビタンデーとかも出てたんだけど、プロテインバーみたいなの出るんじゃないエナドリバーみたいな1都10件先行販売だったのね。あ、そうなんだ。うん、だから茨城にはあったのかな。全国展開ではないんだ、うん、まだ。これは美味しいですね。
美味しいよね。今回は、年末ということで、エナドリスペシャル、1本と2個のゼリーを紹介いたしました、はい、ね、こちらは本当にこちらとこれね、これはもうすっきりとしたリンゴフレーバーの、まあ初めてなんじゃないかな、リンゴフレーバーのエナドリで、美味しい。あ、おかわり初めてじゃないですか。うん、これは美味しいです。で、こっちはもうあの本当に小腹空いた時とかにエナジー感が足りないなっていう時はグッて飲むといいかもしれないです、うん、で、こっちこのユートピアのゼリーはあの、まあ、女性向けというか、うん、これは美味しい、うん、本当におすすめ、これは美味しいです。なんでエナドリが苦手な人でもちょっとお試しで飲んでみたいなっていう人はこっから入ってもいいかもしれませんね、うん、ということで今回は3つご紹介いたしました、概要欄の方には全部のこの URL だったりいろいろな情報を書いておきますのでぜひともご覧ください、はい、あと Twitter、Instagram、Pixiv もやってますのでぜひとも概要欄の方から飛んで見てみてください、はい、あとエンディングの方でパソコンから見ている方は最新動画再生リストのリンクだったりあとはここら辺の右のロゴの方からチャンネル登録もできますのでぜひよろしくお願いいたします。はい、はい、ということで今日はまあエナドリ会なんですけども今年最後の動画となりますので、はい、来年というか次の動画からはオープニングもエンディングも変わりますので、はい、新規一点また2022年もサウンドイーターをよろしくお願いいたします。お願いいたします。ということで今年は以上とさせていただきますので、はい、年明け一発目は何かのお披露目かな。お披露目、お披露目、開封動画かな、報告、報告、報告会、報告会って報告は違う気がするけど、まあ何かしらをこういろいろこうわちゃーっとやってやる動画をやりたいと思いますので、ぜひともご覧になってください、はい、今年はありがとうございました。また来年もよろしくお願いいたします。じゃあ次回お会いしましょう。バイバイ、バイバイ。これクリスマス業務の時飲みたかったわ。あー、でも年始の時持ってったら。そこまで忙しくない年始は。